お疲れ様です。あのジェネレーションズの白浜アランです。何やねん、面白いよ。相当面白い。嘘です。嘘です。すいません、嘘つきました。こちら始まります。あ、こんにちは。すごい写真のやつ。皆様、本日はですね、はい、ブックアクト、はい、朗読劇ですね、配信という形で初の試みでお届けさせていただきました。ご覧いただいた皆様ありがとうございました。そして応援してくださった皆様もありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、インスタライブすごいね、もう 1.5 万人、マジすごい。ということで失礼します。こちらは、ファンタスティックさんアカウントで、キャス配信を、はい、始めました。させていただいてますけども、皆さんどうでしたか？いや、最高でしたね。まあ、初の無観客での、うん、配信だったんで、うん、すごく新鮮でしたし、うん、何よりやっぱメンディーさんが一番輝いて。そんなことない。そんなことない。レイもすごかったよ。いやいや、動いたらレオ君も最高でしたよ。いやいや、なんだよこれ。こいつ同じ年なんですよ。そうですね、本当にこの5人でやるのは初めてだったんですけど、なんかその初めてと感じない感じもあったので、すごい新鮮でしたし、楽しかったですね。楽しかったね。てか本当一瞬じゃなかったですか、始まってから。前回よりあっという間でしたね。あっという間だった。すごい緊張したね、配信ってどんな形なんだろうって思いながらやってたから。アンコールとか欲しかったですね。あー、よくない。何やるの、何やるの、何やるの。あのシーンもう一度。もうできるよ。本当にもう相当な泣きつらのシーンとか。いや、今日大好きなシーンいっぱいありますね。そうですね、本当に。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、好きなシーンとかあるの？僕はあのベイビーメンが出る瞬間ですかね。ベイビーメン、メンメンメン、何言ってんかちょっと分からない。赤いって意味赤いちゃったから。話よりも好きだな。ご存知でない方もいらっしゃると思うんですけども、うん、朗読劇というのを、やらせていただいてまして、はい、で今年ね、この時期にも企画をしてたんですけども、はい、ちょっとこういう世の中の現状っていうのが ありまして、叶わなかったんですけど、配信という形でついにまたお届けさせていただくことができたので、ですね、今日やらせていただいたという感じです。で、今日はこのメンバーでもう一度君と踊りたいという、うちの数原が、主題歌を歌ってくれてるものなんですけども、かなりゲロゲロ泣くあれになっちゃってるんですね。になってるはいるんですけども、もしよければ24時間、見れるので、はいはい、ぜひこの機会にですね、いられる方は、見ることができる方はぜひ見ていただけたらなと思っております。一番怖い。ゆるたいしね、一番足は運ばなくても見れるっていう。そうですよね。場所関係なくても、前回は東京と大阪だけで、もう全然違う場所でも見れますからね。意外とね、結構配信もすごくいい形で、なんかもうたくさんこうスタッフの皆さん頑張ってくださって、いやすごいいい環境で、多分いいスイッチングで、いやちょっと楽しいです。気になる。24時間以内に見ないと。どうですか、コメントは皆さん。コメント、はい、来てますよ。コメント読んじゃいましょう。行きましょう。富山から見てました。お、マジか。嬉しい。スタンプ多いな。いや、ありがたいですよ。本当に見てほしいですね。すごいね。スタンプ多いですね。この人同い年なんですよ。はいはいはい。ああ、あ、梅ディー、ガルディー、梅ディー、先輩のネタ、先輩のネタ、もちろん僕らのも見ていただきたいんですけども、はい、明日もありまして、僕らのは24時間見れます。で、明日の6時になると、
通称サポメンと言われるメンバーが出てくるんですね、うん、でこの子たちはなんぞやって思われてたらいらっしゃると思うんですけど、ジェネの武者修行土佐回りをしてた時から、サポートメンバー、いわゆるバックダンサーっていうか、うん、サポートしてくれてた5人が、明日は演じます。大輝、エグザイル、マンタからね、大輝、はい、オタクのオタクのリーダー、オタクのリーダー、あと、ランペの、まこっちゃん、はい、いつき、うん、翔平、翔、この5人ですね。本当に結束がね、すごいんだよね、あの5人すごいね、いいんだよ、ね、本当にすごいみんなね、意気込んで、ちょっとね、うん、作品の内容とかもね、自分たちにこうよりこうコミットした内容になってるので、うん、そちらも皆さん、ぜひチェックしてください。風の噂では、この日しか見れないパフォーマンスもあったりとか、とかね、なんかね、ありますよね。大輝そういうの好きだから、大輝そういうの好きだよね。やっぱね、本当に。テキはね、ワクワクしてるよね。本番でちょっと緊張してるんだ。ド緊張だ。すごいよね。大輝のやっぱ、大輝らしいよね。大輝らしいね。大輝本当に。ということで、皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。すごい格好。はい。ね。お、一緒に。パスタ職人。パスタ職人。アーカイブ24時間見れるじゃないですか。うん。12回見れますよね。え1個2時間なんで。あ、なるほど。あ、え、フルマックスで見たね。ストイカー寝ずで見ろ、ストイカー寝ずで見ろって言われて、皆さんにそれ見てもらいたいけど、もうすでに4回目ぐらいなんですよ。最後に目ちばしいって言われて、こうやってもう物音とかすねっ、そんな気合で。いや、見てくれたら嬉しいですけどね。ね、あれ、すごいですけど、まあ、ぜひちょっと僕一つ言っていいですか。どうしたの。ずっとレオ君に言いたいことがあって、ちょっと著作権の周りのことなんですけど、僕ファンタスティックスカジノっていうのを CL の配信でやってまして、PK 対決キーパーでやってるんですけど、その時僕オレオレオレイヤーって言ってるんですよ。それを僕元ネタレオ君のなんですけど、めちゃめちゃ自分のように使ってるんですよ。それはでも俺俺俺はもう本当にワールドカップに確認してくれ。さっき言うの今に確認したのにリレーショーって一緒やん。俺も公認だからね。公認なんですね。フィバにちゃんとリレーしたもん。リレーしてあー、よかったよかった。ちょっと胸の奥にレオ君の顔がずっと浮かんでたんですよ。俺しかもそれ作ったらもうね、別に俺じゃないんだよね。そう、習慣のあれだよね。キャッチゲームの昔にどなたも作ってくれたんだけど、それも覚えてないぐらいの勢いだった。あ、よかったよかった。じゃあ使いまくります。全然使う。本当に擦れるほど使っていただいて。使っていい。ウレイヤーも使いますけど。ね、大丈夫。あ、大丈夫。ウレイヤーを使いまくります。ありがとう。ありがとう。やばい。何とか語尾を割れてる。ウレイヤー嬉しいやみたいな。嬉しいや。あ、じゃあ全然違ったらダメだ。ですか。ほら、最年少。はい。コメント言いますか。あ、近い。おぉ、あ、やばい。危ない。またでスワイプしちゃった。今またでスワイプして業務連絡。いや、ありがとうございます。幻の5位いきます。出た幻の5位。ちょお疲れ様です。いや、ありがとうございます。幻の5位いきます。出た幻の5位。